EV 大国ノルウェーの末路がこちら。EV 普及は果たして本当に必要なのでしょうか。 EV 車はガソリン車と違って家で充電すればいいという点では便利ですよね。でもバッテリーの安全性とか充電にかかる時間とか問題点も未だに多く抱えています。それでも EU は EV の普及を推し進めていて、その流れは止まりません。少し前になりますが、2022年6月29日にはEU 加盟27カ国の環境大臣たちが2035年までに EU 内で販売する乗用のガソリン車、ディーゼル車の新車販売を事実上禁止する規制案に合意しました。地球環境に優しい脱炭素社会を目指し、新車の販売を EV のみに制限することで CO2 排出量を 100% 削減しようという計画です。しかし現実的には充電インフラを充実させるためには時間が必要ですし、消費者が高額な EV をそんなに簡単に購入できるのかという疑問もあります。それでも強引に推し進めるとなると、どうしても無理が生じますよね。ちなみに日本では EV、BHV の売れ行きは好調なようです。そのため経済産業省の2022年度の補助金切れが想定されたことも影響し、2022年10月の販売台数は一時的に落ち込みましたが、12月には回復して、軽自動車を含む新車販売比率は過去最高の 4.9% になりました。特に売れ行きが好調で、統計結果を大きく左右したのは、2022年6月に販売開始された軽 EV の日産サクラ。あまりの人気で、秋には納車が1年待ちとなり、2022年10月から、受注が一時的に停止されていましたが、2022年12月22日より受注が再開されています。2023年以降もソニーグループとホンダが共同開発中の新 EV アフィーラの販売が予定されていたり、テスラに次ぐ世界2位の EV シェアを誇る中国 BYD が日本に進出し、アット3の販売が予定されていたりと、ガソリン車から EV へのシフトが急速に進んでいくことが予想されます。しかし、EV 先進国ノルウェーでは、悲惨な現状が繰り広げられており、自動車の未来は EV ではないのではないかという声も。今回は、そんな直視すべき現実として、EV 普及率世界一の国、ノルウェーの悲惨な現状をご紹介していきます。このまま日本が EV 一色となった場合、どんな未来が待っているのか、一緒に見ていきましょう。ノルウェーは、スカンジナビア半島の西岸を占める国です。北部はロシアとフィンランドに隣接し、東部はスウェーデンに隣接しています。国土の 90% が標高 1000m から 2000m の山地で、国土の広さは日本の約 86% ほど。水産分野では生産、輸出ともに世界トップレベルで、1960年代にはそこに石油と天然ガスが加わり、現在、ノルウェーは世界第3位の天然ガス輸出国です。そんなノルウェーでは、今や、新車販売のうち、80% 以上が EV となっています。自家用車と思われる車が、8割近くが EV または PHEV などのハイブリッド車。特に目立つのがテスラです。この8割のうち、半分はテスラではないかというくらいの勢い。さすが、お金持ちの国だけありますね。トヨタ、三菱、マツダなどの日本車、韓国車、それにベンツ、BMW、ボルボ、ボルクスワーゲンなど豪華な車がいっぱいですが、なぜかフランス車、ルノー、プジョー、シトロエンは少ないようです。ノルウェーではすでに EU が目指すゴールに迫る勢いとなっているんですね。しかしここまで EV が普及すると、やはり問題になるのが電力供給です。ノルウェーの火力発電の割合はわずか 2% ほどしかありません。さらに日照時間が少ないため太陽光発電は使えず、生活で使う電力は水力発電で賄っています。日本も水が多い国だと思いますけど、ほぼ 100% が水力発電って、どれだけ水があるんでしょうか。ノルウェーではフィヨルドに流れ込む雪解け水を利用しているようで、とにかく水が豊富なんだそうです。政府が
EV 普及のために補助金を出して普及に努めている理由がわかりますね。そして川が凍り水力発電が使えない陶器は生産貯蔵していた水素を使って発電しています。なかなか用意周到な国ですね。それではどの国でも問題となる充電設備はどうなのかというと、街の至るところに急速充電設備が設置され、EV を支障なく使える環境が整っています。ガソリンスタンドには充電設備が併設されていて、ショッピングモールの駐車場や街中の駐車場にも充電設備があるのだとか。地方の田舎町でも、スーパーや郵便局、町役場的な場所に充電設備があります。ただし、地方は充電出力が低い場合が多く、充電に時間がかかるんだそうです。また、高速のパーキングエリアにはテスラ専用の充電設備もあります。でも、実際にはノルウェーで現在 EV が使いやすいのは比較的人口が少ない北部に限られています。人口が多いノルウェー南部では EV シフトの悲惨な現実が浮き彫りになっているのです。高速道路には多いところで20基以上の急速充電設備が設置されていますが、現実的にはお盆や正月などの交通量が増える時期に大規模な充電渋滞が起こっています。充電設備は日本の約20倍近く設置されているのですが、それでも不足しているのが現実です。こうした充電状態は同じく EV 先進国である中国でも大きな問題となっており、未だに解決しない課題となっています。さらに悲惨なのが電気代の高さです。ノルウェーでは発電設備が集中している北部から南部へ送電を行う必要があります。しかしこれはコスト的に見合わないので、南部では電気を主に海外から購入しているんです。そうした中で2022年はウクライナ戦争や水力発電の要となる油量不足などの影響で電気代が高騰しました。今や電気代はガソリンの価格を大きく超えています。しかもノルウェーのガソリン価格はもともと EU の中でもトップレベルの高さでした。現在南部の首都オスロ近郊では1キロワットあたりの電気代は1ユーロ約145円を超え、 EV を1回フル充電するのに100ユーロ約1万4500円もかかってしまいます。1回の充電で1万超え、これは辛いですね。電力需要が高まる2022年の冬の一般家庭の電気代は日本円換算で1ヶ月あたり12万から13万円に上りそうです。一定額以上は政府が負担してくれる予定ですが、この電気代の異常さにオスロ周辺に住む市民は悲鳴を上げています。これでは冬を越せないかも。さらに寒い地域ではバッテリーの効率が低下します。そのため EV は本来ノルウェーのような極寒の地では普及しにくいはずなんです。それにもかかわらずノルウェーでここまで EV が普及したのは水力発電による、本来は安価な電力とノルウェー政府の EV 促進政策の賜物。政府は内燃機関車に重税を課す代わりに EV を優遇する政策を実施しています。 EV 購入にあたっての免税措置に加え、フェリーや有料道路駐車場利用の割引などを実施し、EV を購入する法人向けの税制優遇を強力に推進してきました。ちなみに、ノルウェーが EV に対して、このような至れり尽くせりの優遇ができるのは、北海油田から取れる石油天然ガスによる潤沢な利益があるためです。つまり、ノルウェーでは、石油を売った代金によって、国内の EV 導入が進められているのです。その石油は、海外で使われるため、ノルウェーでの CO2 排出量は必然的に少なくなります。しかし、地球全体の CO2 排出量削減には貢献どころかマイナスです。なんだか微妙な話ですね。むしろ、過度に EV の数を増やすことによって CO2 の排出量を激増させていることにもなるんです。EV が増えすぎた影響による充電渋滞に加え、不安定な電力供給による電気代の異常なまでの高騰ぶり。これが EV 普及率世界第1位を独走するノルウェーの悲惨な現状なのです。自分たちの電気代を稼ぐために石油を大量に世界で販売し、それで EV を普及させたとしても、一体何の意味があるのでしょうか。
こうした見せかけだけの詮索をしたって、実際には何の意味もありませんよ。このような状況には、人々から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。現行の燃料式の車に比べて、EV のコストと使い勝手が良くなれば、普及するって結論になるんだと思う。個人的には、ガソリンスタンドで5分で給油、走行継続という現状と同等以上でないと厳しいな。仕事とか時間に追われる使い方は多いと思うからね。個人的な仕様で、充電時間とか余裕を持って対応できる使い方ならば、コストメリットはあると思う。ただし、日本の都市部の住宅事情とか考えると、仕事用、個人用と複数台持ちというのはなかなか難しいのでは？結局のところ、パワーゲームで、EU が無理やり EV シフトを押し通そうとしているだけなんだろう。EV が本当にいいものなら、別にガソリン車を禁止しなくても自然に売れる。だから、政治的な力を利用する必要はない。それにもかかわらず、こうやってガソリン車の販売を強制的に禁止している時点で、EU の環境利権団体の匂いがプンプンする。EV 関連の会社が政治的圧力かけて、甘い汁を吸っているんだろうね。日本には8000万台の車があるんだけど、それを全部 EV にしようとすると何年かかるんだろうか。年間500万台売れる日本において、それが全部 EV になっても16年かかる。そして順次充電インフラが整備されるとしても、何十万機も必要なものを誰がどういうタイミングで投資するのか。効率的で使いやすい場所に設置するためには土地も必要。細かいことを言えば、高電圧に対応できる整備士の育成、充電施設を点検整備する技術者といった人の準備についても考えなければならない。中国では国策で推し進めていた EV が想定よりも普及せず、当初は優遇措置の対象外だった HV ハイブリッド車を低燃費車に追加している。それにより現在中国では HV と PHEV プラグインハイブリッド車の人気が急上昇中。特に PHEV は中国メーカーがコストをガソリン車並みに下げることに成功し、爆発的に販売台数を伸ばしている。 PHEV は EVHV ガソリン車のいいとこ取りをしているシステムなので、コストダウンを実現すれば日本でも普及が進むのでは。中国政府が後押ししても EV の普及が遅れている理由は、割高な車両価格と充電時間の長さと充電インフラ整備の遅れ。これらを解決しない限り、日本でも EV の販売台数は同じようにすぐに頭打ちになる可能性が高い。 EV なんて無理があるに決まっているんだ。そもそもリチウムイオンバッテリーが危険すぎる。適当に作るとすぐに炎上してしまうからね。そんな危険なものに乗っていたくなんてない。だからせめてトヨタの進める全固体電池が普及するまではEV が主流になることはないよ。誰だって自分の命が一番大切だからね。 EV はとにかく充電時間が長いのが辛いよね。自宅で充電しておくのはいいんだけど、旅行で長距離ドライブするとかには向かない。ガソリン車で十分なのに環境配慮だって言って EV に急に変更するのはやりすぎだよ。結局その電気を作るのに二酸化炭素は排出されるんだし、この間 EU で電気自動車用の電気を作るためにガソリン使うっていう意味がわからないこともしていた。 EV の先行きはどんどん怪しくなってきている。 PHEV は普及する可能性はありそうですが、普通のバッテリー EV の普及にはまだまだ課題がたくさんあります。日本は自然災害が多く、発電所が停止する事態もありえます。そう考えると電気に頼る EV はリスクが高いと言えますね。それにバッテリーのエネルギー密度を改善することも必要ですが、素材の進化ってそう簡単にはいかないはずです。そもそも EV は日本の内燃エンジン車には全く歯が立たないからという理由で EU 各国が主導して始めた日本潰しに他なりません。ところがロシアの仕掛けた戦争やエネルギー問題が出てきて、 EV の先行きは巨大な暗雲が立ち込めてきています。日本のトヨタを潰すためという残念な理由で始まった EV 推進、
一体どこまで落ちていくのか見ものですね。トヨタ自動車の豊田章男社長は、カーボンニュートラルに現実的な選択肢をと、日本政府のバッテリー EV を前提とした電動化政策や世論に異を唱え続けてきました。世界は今 EV 化に向けて勢いづいていますが、本当にそれでいいのでしょうか。 EV 普及は果たして本当に必要なのでしょうか。豊田社長は、風力や水力などの自然エネルギーで電力を賄える国ならともかく、火力発電が現状で7割を占める日本では、バッテリー EV 一択はカーボンニュートラルの解決策としては不適切だと考えていました。内燃機関やハイブリッド、水素や合成燃料、そしてもちろんバッテリー EV も含め、あらゆる選択肢を揃えて適材適所で活用することが必要だということです。日本もそんな問題も抱えていますが、水力が豊富なノルウェーでもやはり水力だけで全てが解決するわけではないことが分かりましたよね。地理的な問題や国際情勢などによって豊富な水力も生かしきれないこともあります。だから豊田社長が言うように、一つに絞って依存してしまうのは危険だということです。そういった情勢を鑑みて、トヨタは EV だけでなく水素自動車などの新しい選択肢の開発にも力を入れています。きっと近い将来、トヨタの正しさが証明される時が来るでしょう。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、いかに EV 依存が危険なことか分かりましたね。さすが、トヨタは先を見据えていますね。ただ、個人的に納得いかないのは、日本政府の対応やマスコミの報道です。政府は、なぜか EV 化に積極的ですし、マスコミも、日本の EV 開発の遅れを嘆く報道が多いように見受けられます。彼らは、欧米諸国と一緒にトヨタを潰したいんですかね？さすがにひどすぎます。トヨタが日本を見限るなんて日が来ないことを祈ります。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。